じゃあ、クラス始めていきたいと思います。今日はクリーンのメニューになってます。ただ今日最初の1番目の種目をボックスデッドリフト入れています。クリーンの 110% から、ハイレップなんですけど10本4セットいきましょう。で、この時に背中をしっかりと寄せるっていうのを意識してやってください。で、この寄せるっていう動きはこのクリーンの動作でもしっかりと意識していくので、ここでメインでやって、その後ハイプルにつなげていきましょう。ハイプルは体からバーが離れないようにしっかりと肘でコントロールしていきましょう。で、そこからボックスのハイクリーンっていう形でやっていきます。全体的にハイレップで全部やっているので、短時間で終わるメニューなんですが、しっかりと追い込んでやっていきましょう。またその都度動作の説明はしていくので、まずボックスの準備から始めていきましょう。はい、はい、ボックスデッドリフトのポイントとしては、最初スタートポジションをしっかり決めましょう。この時に背中が丸まらないようにしっかりと張って、ここの背中のアーチをしっかりとキープしましょう。で、ここから、引き出すんですけど、つま先重心でもかかと重心でもなく、足裏全体で捉えるようにしましょう。で、この時に肩が前に出すぎると前重心になってしまうので、しっかりとこのバーベルの真上に肩が来るように、そこからスタートしていくようにしましょう。背中をしっかり張って、これを10本やるんですけど、後半疲れてきて背中が丸まらないように10本しっかりキープしていきましょう。背中を重量はもうどんどんつけていきたいので、早速やっていきましょう。さっき言ったように背中のアーチをしっかり振って背面に乗せていく。負けないですよ。
今年も定理。
こんな感じでいきましょう。パッてこれてるかっていうのを確かめましょう。はい、しっかり止まりますよ。タッチして、
あと3、4セットくらいいきますか。5セットはいきますよ。